この最初にゴルフ場に来てサンドウェッジから始めるんですか、基本的には。試合の朝、はい、試合の朝はまあそっか、サンドウェッジで、まあサンドウェッジかな、サンドウェッジでこうやって50ヤードぐらいを。試合の朝ってあんまりこう技術的なスイングのこととかをあんまりやらないんですよ、はい、意識しないんですよ。まあ言えばストレッチ、朝の練習は。だから体を動かすことがメインなんで、練習というよりもウォーミングアップ、体を動かすことがメインなんですよ。なんでこういうアプローチでもこう手を使わないで体全体を使ってこう打ってる、体全体を動かすっていうのがすごく朝の練習は大事じゃないかなと思うんですよ、はいはい、なんでサンドウェッジでこう50ヤードとかポーンと何も考えずに体を動かすことで打って、それからもう僕はいきなりもう9番とかピッチングを、はい、握って、うん、フルショットというか、まあ、これも7割、6割、7割の感じで体全体、もう足も腕も全て動いているイメージをしながら打つ。だからスイングは考えない。体が使えてるかどうかっていうことですか。体が使えてる。じゃあちゃんと動くかっていうことを確認しつつ起こしていく作業というか。あんまり手のポジションとかは全然気にしないっていう感じですか。全くしないです。全くしないです。全くしないです。それはまあ正直朝はゼロですね。ゼロなんですか。あの、ね、同じ練習でも試合の朝の練習とラウンド後の練習って違うと思うんですよ、はい、ラウンド後はその日の悪かったことの反省があるんでそこを修正するために練習するけど、はい、朝はもう完璧ウォーミングアップ、本当に体を動かすこと以外はあんまり重要じゃない、はっきり言って。僕ね、あの極端に朝球数が少ないんですよ、はいはい、本当に30球は打たないかな。そんな打たないですか。うん、下手したら20球ぐらいじゃない。じゃあ結構みんな1時間前に練習場に来たりするんですけど、うん、高橋先輩の場合はもう全然40分前とか50分前ぐらいですか、うん、ただスタート前にあの時間に余裕なくなるのが嫌なんで、はい、早めに行って練習はするけど、そんなに打たない、はい、イメージ的にはどうかな、こうサンドウェッジを50ヤード5発、ピッチング5発、7番5発、5番に3発、3番アイアンに3発、まあほぼフェアウェイと打たないんで、ドライバーポンポンと打って、はい、変なし2球ぐらいいいショット出ると、はい、もう打たない。あ、本当にドライバー確認だけって感じですか。確認だけ。それで最後に、はい、7番アイアンとかを一発打って終わるみたいな。なんかアイアンをね、最後にアイアンをちょっと打ちたい、まあ、1番ホールのセカンドのクラブでもいいし、だいたいこれぐらい残るだろうっていう。なんか朝から極端に当たらない日でもそのぐらいの球数で収めるんですか。あ、でも納得いかないとちょっと多めに打つ時はあります、さすがに。これ意外とね、あとね、打ち始めにいいのはね、こう素手で打ってると。今なんかずっと素手で、まあ、グローブしてないですもんね。そう、試合の時は絶対グローブするんだけど、はい、素手で握ると、はい、こうグリップをね強く握らない、握りづらいでしょ。そうですね、やっぱりグリップ
ってグローブをしてるとしっかり握れるんだけど、はいはい、グリップあのグローブいつもする人ってなかったら握れないんだよね、はい、確かにちょっとあの厚みの分緩くなりますもんね。そうあの緩くなるグッと。でもそれで握る選手はもともといるけど、はい、グローブをする人間ってグローブをしない方法の方が飛ばないでしょ。飛ばないです。力が入らないでしょ、はい、だからそれをあえてあの利用してこうグリップが強くならないように、はい、やっぱり試合になるとさ、まっすぐ生かしたいとか飛ばしたいってなるとグリップが硬くなるじゃん。確かにグッと握れます。そうだからあえてもう朝は緩く握りたいからこうちょっと素手で数発、はい、こうやって打ってあげる、まあ、結果的にはするけどね。めっちゃグリップを柔らかく握る秘訣じゃないですか。橋先輩ともお付き合い20何年になりますけど初めて知りました、ね、教えてください。いやいやいや、でもそんなのさ、結局試合になったらさ強く握っちゃうからね。その握りのために朝その感覚を自分の中に植え付けるってことですよね。そう、まあでもそういうの大事なんですよね。それすごい勉強になりますよね。でもこ今やってるのってこれ使うんですか。ガチで使わせてもらうかも、はい。まあじゃあ適当に喋ってればいいです。だから僕自身で こだわりじゃないけど、はい、なんかこうやって朝練習するグローブと、えグローブも違うんですか。朝練習するグローブと違うんですか。違う、俺はもう新品はでは練習しない。あ、そういうことですか。うん、みんなね新品、まあ試合は基本新品のグローブでしか試合やらないんで、はい、はい、練習用はだいたい前日買ったやつ。でみんなさこう慣らさないとさ、はい、下ろしたてってこう握りづらいとか言うじゃない。まあちょっと硬いですよね。硬いでしょ。手のひらを広げづらいですもん ね。でだからみんな練習で慣らして使う人が多いんだけど、はい、まあ、僕はもう昔からなんていうかな、まっさらを真っさら1番ホールで使いたい、ね。それはもう何にもそのなんていう の根拠はない。根拠はあるといえばその気持ちだけ、はい、真っ白な気持ちでよし今日も一日頑張ろうみたいな感じで新品を使うんで、はい、だいたいこうあるとさ、まあ仮にこれが新品だとするとさ、はい、こうやりながら新品をさここにはめたままさ、はい、こうやって練習するわけだ。みんなさ、はい、なんで手袋2枚もあんのみたいな。いや、これ試合用だからみたいな。それは初めて知りました。まあ、たっちゃんとか全然そんなの、そういうこだわり全く出るだろう、ね、全く出ない。でもあれですよね、試合で、はい、あの真っさらな気持ちで始めるための1枚っていうのはなんか素敵ですよね、はい、そうですね、うん、いやそれでまあスイッチが入る。そう、まあね、そういう、それはもうなんていうの、そのなもう何十年とそういうことやってるから、もう自分のスイッチになってるってことですよね、うん、もう変えたことないけど、ルーティーンっていうんですかね、うん、まあルーティーンですよね、うん、一緒の。それで僕高橋君初めて知りました。え、じゃあ結構グローブ使いますね。グローブ使える、毎回新品だとしたら。試合だって試合は毎試合ワンラウンドずつ新品でしょ。いや僕全然横が全部同じグローブ使ってします。もうそういうのねないんですよね。え、1日1枚ってことですか。1日1枚です。大会は、はい、大会は1日もちろん。手に馴染むとかは関係ないんですね、じゃあね。毎日新品です。もちろんそれはほとんどのプロゴルファーそうじゃない。ほとんどのプロゴルファーというかまあ試合出てる人はそうだよね。いやでも自分は結構使い込んだ方が好きかな。ああそう、はい、馴染んでる方が、馴染んでる方がある程度だから全然それはないな。グローブは結構きつめを選ぶタイプですか、それとも結構ゆる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 ですか。いやでもねどっちでもない、本当に。あ、もうジャストフィット、うん、そう、きつくもないしゆるくもない。もうグローブはずっと同じメーカーの同じものを使ってるんですか。そうですね。あ、じゃああんまり買えない。買えないです。あ、でもそういう
まあ、ある意味こだわりっていうんですかね、人それぞれ全然違いますよね、うん、全然違いますね。なんかスイッチの入れ方もそうですし、まあ、いろんな決め事じゃないけどルーティーン ね、はい、流れとか。でもあの、まあ、スイングの話したらさ、ゴルフって、まあ、それは再現性の高いのを求めてみんな大体スイングを改造するわけね、はい、ただスイングってじゃあ何が一番大事かっていうと、どんなに変なスイング、コーチに悪い、すごいすくってるよとか上から入ってるよ、でもそんな人だってナイスショットするわけ。まあそうですね、ナイスショットだ。こんなドスライスででも真ん中に行くんだったら毎回それが打てれば別にそれでいいわけ。まあそうです、ちょっと何も変えないですよ。狙いを左に取ってそうやればいいだけの話でしょ。だからじゃあ何がそこで大事かというと、やっぱりリズムなんだよね。あ、だからスイングで一番大事なのってリズムとタイミング、打ってるリズムと、だからインパクトが同じタイミングで毎回迎え入れたらさ、フェースがこうやって当たってればさ、ボールって曲がらない。それがこうやって当たったりこうやって当たるからボールって曲がる。毎回毎回調整しちゃうからですよね、そうリズムを変えて、うん、だから実際に大事なのってさ、リズムなんだよね。リズムを毎回一緒に保つっていうのが、でもそのためにスイングをみんな改造するんだけど、はい、だからまあプロなんか試合になるとさ、もうやれることって試合中にさ、そんなさ、もうちょっとインサイドからとかさやっててさ、そんなんで優勝争いとかさできない、できないじゃない、できない。何が大事かってやっぱりリズムだよね、最後まで、はい、だからやっぱいい選手っていうのは最後までリズムが崩れない。高橋先輩見ててもあれですもんね、もう一連の流れで一回ちょっとこう枠で少し上げて、もうそこから全部一緒ですもんね、うん、全部揃ってますよね。揃ってないけど、だまあ僕の仲のいいプロだと手嶋太一さんとか、はい、手嶋さんとかもう50何歳でも今でも現役でツアー、歴代ツアー出てるじゃない、そういう手嶋さんの何がすごいかって言ったらさ、トラックマンで測ると、はい、みんなさ、キャリーとか距離とかの数字を見るじゃない、はい、ヘッドスピードとか、はい、でも手嶋さんってヘッドスピードが毎回同じ数字が出るって言って、へー、それすごいっす、ね、それが 46.5 だったら、うん、ずーっと 46.5 が刻むらしい。だから新しいクラブテストとかしたらさ、はい、新しいドライバーを、あ、これ新作なんで試してくださいって言われてさ、うん、打つとさ、はい、ちょっと飛ばしたくなるじゃない。なりますね。新しいクラブ。なりますね。だちょっと振っちゃうじゃない。はい、でも手嶋さんってない。全く同じ数字が出るわけ。46.5 だと 46.5、46.5、46.5 って出るわけ。だから多分そこの数字が揃う選手ってなかなかいないと思うんだよね。なかなかってあんまり聞いたことないです、ね。聞いたことないよね、はい。ヘッドスピードってやっぱりその時に変わるよね。うん、変わりますね。一回一回。で、ヘッドスピードが変わらないってことイコールリズムが一緒だってことだ、はい、毎回同じことができる、毎回同じことやってると、ね、やっぱそれがやっぱ本当の凄さだな。だからすごいっす、ね、そう 46.5 の次50だとダメなんだよね、あ変な話、毎回一緒ってすごいっすよね。おそらく普段からそういう風にしてるから試合中でもそれができるんですよね、うん、そうだと思う。